はいどうも皆さんこんにちは、ゆきです。今日もね、いつも通りビットコインとリップルチャート分析していくのと、あと今日はね、ショワードリクエストいただきました。いつもありがとうございます。今日は差し値と逆差し値の違いの説明と、あとは僕の、おすすめのインジケーターは何かっていうご質問いただいたので、そちらね、お答えしていこうかなと思いますので、まあ、リクエストいただいた方はぜひ最後までご覧いただくのと、初心者の方もね、もしくは、もう経験豊富な方も復習としてね、見ていただければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ではね、いつも通りですが、最初にお願いしております。チャンネル登録ボタンとグッドボタンを、もしね、今日見てもらってよかったなと思ったら、ぜひ押していただければなと思います。チャンネル登録ボタンを1回押してくれると、僕にワンハッピーが届きます。今ようやくね、まもなく800ハッピーというところでございます。今月中にね、1000ハッピー目指しておりますので、ぜひご協力ください。お願いします。では行きましょう。今ね、結構動いてきました、ようやく。今日は動かんかなと思ったんですけど、今結構リップルもそうやし、ビットコインも急落しております。で、やっぱりね、リップル、僕言った通りですね、27円台にまた戻ってきましたと。暴落しましたね。で、ずっと言ってましたよね、サポート、レジサポがもうほぼほぼないと思ってくださいっていうのを言ってたんですけど、まあ、あからさまにそういう感じです。抜けて、で、75日線も抜けてきてますね。はい。なので、まあ、正直、まあ、レジサポラインはもうほぼほぼ当てにならんよっていう感じですね。まあ、ただ一応4時間してみたら、25日線が、乖離してたんですけど、まあ、その乖離が埋まったというところなんで、この4時間してみたら25日線がサポートラインになるのであればまだ上向きなんかなっていう感じはするんですけど、このまま行くと抜けるんじゃないかっていう感じですね。まあ見ようによっては三尊もしくはダブルトップみたいな雰囲気には見えますけど、まあもうちょっと下落するんじゃないかなっていう感じです。今実際ビットコインもだいぶ落ちてきてるので、まあ釣られて落ちる可能性は全然あるかなっていう感じですね。で、僕が言ってたここですよ、日足の25日線。これ多分抜けれなかったっていうことだと思います。抵抗されたんじゃないかなと思います。なので聞いてきたんやとしたら、もう一回、もう少し下がって、また25日線の下に抜けてくるんじゃないかなと思いますので、そちらをね、要注目という感じですね。はい。がリップルです。はい。で、ビットコインなんですけど、ビットコインもね、思いっきりね、下がりました、今。もうちょっと大きくしようか。よいしょ。で、僕言ってましたよね、ダブルトップみたいな感じになるんちゃうかなと思ったんですけど、まあ、結局ちょっとね、ずるっと横にずれたんですよね。まあ、これちょっと土日挟んだんでっていう感じなんですけど、まあ、これ4時間して見てもらって、まあ、ちょっと大きく見たら、ま、ダブルトップみたいな感じにはなってるかなと。なので、このまま行くと、1万ドルのラインか、もしくはこの三角持ち合いの下のラインで止まるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのあたりまでは下がってくるかなという感じです。まあ、ずっと言ってましたね。こういうダブルトップだよっていう感じね。で、ここまで下がったらまたこう三角持ち合いの手でこう動いてくるんじゃないかっていう感じですね。あとはブレイクアップするかダウンするかっていう感じですね。ブレイクをどっちにしていくのかっていうのを見ていくような感じ。はい。になってくると思います。まあ、これもね、ある程度、ここに関しては予想通りかなと。なんで、まあ、もしね、どうしてもトレードしちゃいんじゃいっていう方は、僕の言ってたことをね、信じていただけてたんであれば、まあ、ショートで入ってくれてるんじゃないかなと思います。はい。地は下げかもしくは下がるよって言ってたと思うので、はい。まあ、このあたりは、ま、しっかり予測できてたのかなというところですね。はい。なので、このまま、ま、下がってきても、まあ、一旦このあたりで、またサポートされるのかなというところなので、まあ、ビットコインに関しては効いてる部分はしっかり効いてるので、このあたりはまあ信頼が置けるんじゃないかなと。ただ、こっからもし上がるにしても、そこまで一気に上がらないと思うんですよ。うん。なので、まあこれ逆にね、今から説明する差し値、逆差し値に関わってくるんで、まあポイントにはなってくると思うんですけど、まあそれを使ってもらうと、まあいいんじゃないかなと。無理に今トレードするよりはね、うん、一旦ブレイクするまで待つっていう風な感じになるんですけど、まあそれで、多分ね、逆差し値が使えるんですけど、まあそのあたりはちょっとね、またご説明しますので、ちょっとお待ちください。はい。で、まあこういう形ですね。まあずるっとこう、下がってくるんじゃないかっていうのに、まあ友達下がってきたと。ただまあ一応まだ、騙しというか、リバル可能性はあるので、これ一応移動平均線今抜けたんですけど、移動平均線に触れたことで、まだ、こっから、こういう感じで、リバル可能性は全然ありますので、まあそこだけちょっと要注意かなというところですね。はい。で、ちょっと一旦消させてもらって、でですね、まあ一応まあビットコインはこんなとこかなという感じです。まあまだ下がってきて、このまま三角持ち合いブレイクまで行くんじゃないかなとは思ってます。はい。で、
まあ一応最後日足見ときましょうか。まあ日足も大きく陰線つけてきたかなっていう感じですね。で日足で見てもまあうまくこう三角持ち合いの中に収まったような手になってるという感じですね。なのでまあここはもう最後までわからないですけど、まあ明日の明後日の日足ぐらいからブレイクに差し合ってくるんで、まあここからどっちに抜けていくのかっていうのをまあしっかり見ると。で、そこで、ロングなのか、ショートなのかっていうね、目先を考えてもらったらいいかなと思います。目線をね、目先じゃない、目線をね、考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。ではね、今日の、一旦ね、よいしょ。チャート分析は以上というか、まあ、チャート分析してないんですけど、ほぼほぼ。まあ、こういう感じになるんじゃないかなと思ったので、まあ、そのままそうなったっていう感じですね。で、一応、4時間の方がわかりやすいかな。でね、刺し値注文と逆刺し値注文の違いっていうのをね、違いというかまあ、逆刺し値って何かよくわからんみたいなご質問をいただいたので、まあ質問しますと、まあ刺し値の全く逆なんですよ、結局はね。刺し値っていうのが、例えばですけど、底値圏。例えばここが底値やと思ったとするじゃないですか、だいたいまあ、107万。107万、ここが自分的に底値やなと思ったと。この辺底値になるなって思ったと。で、まあ値段がこの辺で今動いてたという時に、じゃあ値段ここまで下がったら買おうっていうのが指し値ね。例えば107万まで下がったら買いますっていうのが指し値注文。逆に言うと、よいしょ。利益を確保したい時に、まあ今持ってますと。で、ここまで行ったら利確したいから売りますと。ここがもう一番最高値。土手のてっぺんやと思ったと。で、ここの値段だったら売りますよっていうのが、これが指し値です。例えば112万で売ります。これが指し値。で、全く逆なんですよ。で、逆指し値っていうのが、これ以上安くなったら、もうえげつないぐらい下落トレンドに入ってもうめっちゃ下がっていくぞと。ここのライン超えたらやばいぞって思ったラインがあったとします。で、今現状持ってますと。で、ここまで下がったらやばいから損切りしますよ。だからここが逆に、こっから底値じゃなくて、ここが底値じゃなくて、こっから、ここまで下がったら、急落もしくはもっと下落トレンドに入ってもっと値段が下がっちゃうよっていうところを予測したとしたら、ここまで来たら売りますよっていうのが逆差し値。OK。だから買いと売りが逆になるだけです。単純に言うとね。例えば次はここの値段まで来たらこれ上昇トレンドに乗っかんでと。まあ、例えばですけど、さっき言ってましたよね。ブレイクするタイミングっていうのが、まあ、あるとしたらまあこう来て、まあ、この辺でブレイクするわって思ったとします。そしたらここブレイクしたら爆上げすんでと。ここ超えたらもうえらいこっちゃでと。えらい値段つけようね、これは。と予想した場合は、ここの値段を超えたら買います。っていうのが逆差し値です。OK。なので、差し値注文は安値で買う。高値で売る。で、ワードで説明すると、底値やから買います。で、持ってて、ここまで来たら多分もう高値、最高値やからもうそこから下落トレンド入るかもしらんな。だから利確しますが差し値で、逆でここまで来たら、下落トレンドに入ってやばいな、やから損切りもしくは上昇トレンドに乗っかる、これが逆差し値。 OK ですか？全く逆ですよね。なので、それを逆差し値と差し値って言います。だからもう本当に正反対なんですよね。やってることは。なので、まあそれを覚えておいてもらったら逆差し値、差し値もわかるかなと思います。はい。なので、もう一回、もうしつこい3回目やんって言うかもしらんけど、まあ初心者の方はね、わからない部分もあるので、もう一回言わせてくださいね。はい。ここ、そこね、ここ来たら、値段上がるで、ここでリバルでと。ここ来たらサポートされて値段上がるでっていうポイントが来た時に買いたい、これは差し値で、ここまで来たら買いました、ここで買いました。で、逆にね、この値段まで来たら
もう最高値やぞと、これ以上はないぞと、もしくはこの辺りまで来とったら利確しとこうかなっていう部分が来たとしたら、ここの値段で売りますが、これが差し値 OK。 なので利確するのと、まあ、上昇逆、逆張りするの、逆張りと利確を使うのが、差し値で、ごめんなさい、賛否両論あるかもしれん、いろんな言い方僕はしてるけど、まあ、分かりやすく言ってますんで分かりやすくね、はい、説明してますんでご了承ください。で、逆に言うと、逆差し値っていうのはここまで来たら、ここの線、下落ライン抜けたらもうえらいことなるでと、下落トレンドに入ってえらいことなるでっていう時の損切りラインとして、まずここで、売ります。これより下がったら売ります。OK、 逆ね。で、逆にここの、線抜けたらえらい上昇トレンドなんでという場合は、こっから、上になったら買います。 OK、 このライン越えたら買います。これが逆差し値ね。なので損切りと、上昇トレンド、トレンドに乗っかっていくような形で買うのが、逆差し値。 OK かな、分かってくれたかな。ご質問者の方は、ぜひ分かったかどうか、また LINE してください。はい。まあ、僕の解釈はこんな感じでございます。もしかしたらちょっと黒人の方で、いや、それは違うわっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、一応僕の理解してる分ではそんな感じでございます。はい。で、次、僕のおすすめのインジケーターなんですけど、正直僕はね、RSI と、ボリンジャーバンドと移動平均線あったら大体いけると思います。はい。で、RSI って何かっていうと、50より 50% より上にいるときは上昇トレンドになりやすい。買いが強い。で、50% より下になった場合は売りが強い。要は下落トレンド、下降トレンドになりやすい。っていう、まあ、この RSI と、いつも僕がやってるこの前ね、ショワードで勉強したボリンジャーバンドと移動平均線の短期と長期、これだけ出してて、あとは僕がいつもやってるみたいに水平線引いたりとか、あとはこの三角持ち合いの線、トレンドライン引いたりとか、あとはこう逆三尊でとか、もしくはダブルトップでダブルボトムで逆、三尊で逆三尊で、まあいろいろそういうワードがあると思うんですけど、そういうので当てはめていって、トレードしていくっていうのが僕はおすすめでございます。あまりにもね、こうインジケーターに頼りすぎると、結局そのインジケーターって使えるやつ使えないやつってあったりすると思うんですけど、そういう時にね、すごく深みにはまってしまったりすると思うんですよ。なのでできるだけ自分の裁量で、まあ、トレードしてる方がいざという時に自分の力で戦える、使えなく、インジケーターが使えなくなっても自分でなんとかできるっていう力が身につくと思うので、そういう意味も含めて、まあ、この3つぐらい出しといて、あとは自分で例えば一目均衡表とかもありやと思う、雲っていうのがあったりするんですけど、その雲を見て、まあ、雲の薄いところ抜けていくなとか、雲に入ったらちょっとこう下落するなとか、ここでレジスタンスされん、抵抗されんなとかっていうのも多かったりするんですけど、まあなので僕はね、ちょっと一目均衡表出してないんですけど、この4つぐらいかな、 RSI、ボリンジャーバンド、移動平均線と、まあ、一目ぐらいで、まあ、十分というか上等かなと思います。あとはその自分で、水平線、ここ効いてるなっていうポイントで水平線引いたりとか、あとは、こういう形になったらこうなりやすいなっていうパターンを読み取る、汲み取るみたいな部分があると、自分でしっかりとトレードしていけると思うので、そういうところをしっかり磨いていくためにも、そこまで最初はインジケーターに頼りすぎなくていいのかなと僕は思っておりますので、まあそういう形ですね。まあ僕のおすすめで言うと、この RSI、ボリンジャーバンド、移動平均線、この3つと、あとは自分で引く水平線とか、あとはトレンドラインで、まあこういう形になっていくであろうっていうのをね、予測していくっていうのがまあいいのかなと思っておりますので、うん。それに付帯して、まあこういうこともやると、これにさらに強化できるな、みたいなインジケーターを使っていいと思うんですけど、インジケーターのみで、トレードするっていうのは僕は今のところあんまりお勧めしないかなという感じでございますね。はい。さあ、以上でございます、今日は。
いかがだったでしょうか。一応ね、まあ今日やったのは、まあチャート分析。まあもう少し、ビットコインに関しては少し下落してくるんじゃないかっていうのと、まあリプルに関してもビットコインに釣られて落ちてきてるという部分と、あとは差し値と逆差し値っていうのは何かっていうのと、あとは僕のおすすめのインジケーターですね。っていうのを、まあ今日はご紹介していきました。はい。でね、やっぱりね、こうやってね、あんま値が動かないとね、ほんまね、動画再生数がえげつなく下がる。もうほんまに今のね、この三角持ち合い、早く抜けて、まあ、爆上げでも、暴落でもいいんですけど、してくれんと、これ逆にね、商売上がったりってやつですね。はい。なのでね、ぜひね、これからもね、起点が来たらしっかりね、お伝えしていきますので、見ていただいてる方でね、まだチャンネル登録されてない方は、そういうポイントを抑えるためにも、チャンネル登録して、いち早くね、新規動画で見ていただければなと思います。はい。なので、今日は忘れずに、チャンネル登録ボタンと、グッドボタンと、よろしくお願いいたします。はい。ではね、以上で今日の動画を終わっていきたいと思います。また、次の動画で、お会いいたしましょう。もしくは、リクエストも待ってるよ、ということで。では、また次の動画でお会いします。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットではバイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなどネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか下の概要欄 URL からぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。